はい、こんにちは。スクキュアカメと申します。それではもっとモテる男になるために、マイネリー別バイから乙女心を学んでいきたいと思います。ひょんなことからね、アイザック原作の小説が映画化することになりまして、そのヒロインオーディションにね、お前受けてみろっていうことで、まさかのワカメがヒロインのね、オーディションを受けることになりました。マリンもね、受けるみたいなんで、まあなんか、ぶつかり合うのかな、また。やっぱり相入れぬ存在ですね、やつはね。はい。てなわけで、瞬く間に数日が流れて、今日がそのオーディション当日でございます。お、なんかすごい映画撮影場ですね。うわ、人がいっぱい。なんかもうプラ板持ってる人もいますね。やっぱりみんな興味あるのね。ってことはこれは、全員が全員、その、オーディション参加者ってわけじゃなく、野獣馬もいんのかな？出ましたね。なあ、マリンさんすごいなんかおめかししてんな。結局ライチちゃんが来たのね。まあ冷やかしに。ええ、マリンさんもこれから？もうマリンはもう終わったの。落ちた？いや、やっぱり緊張しましたか？全然。さすがだな。そのなんかメンタルの強さだけは本当尊敬するわ、マリン。そうですか。すごいな、マリンさん。でも本当にたくさん来てるね。うん、あそこには有名な女優さんもいるよ。有名な女優もいんの？無理じゃん、もう。あ、本当だ。あの人確かアンナ・バルバラ・ブルーメンタールさん、すごいなんかブルーメンタルなんだな。去年の主演女優賞を取った人だわ。そんな人まで来てんの？あっちはクリスティアーネ・ツムシュテークだ。クリスティアーネ・ツムシュテーク、すごい名前だな。実力ナンバーワンって言われてる人よね、あの人。うわ、あんな人たちと一緒にオーディションを受けても通るわけがないわ。もう本当に原作者の一言でさ、みんなこの映画のために集まったんだって。すごいね。そう考えるとすごいな、本当に。そうなんですか。すごい映画なんですね。やっぱり圧倒されてしまうわ。でもとにかくやってみよう。今回は平和のために自分も何かできればって決意してきたんだし、当たって砕けろよ。次、85番ジルベールさん。こんな感じでやってくんだな。え、もう私、あ、ワカメってジルベールって名前だっけ？いってらっしゃい。行ってきます。85番ジルベールさん、いないのですか？います。はい、います。おお、ブルブルした。ん、転んだ？なにあれ。あ、笑われましたね。あら、かわいいじゃない、初々しくて。やかましい見せ物じゃねえぞ。それではまず自己紹介からどうぞ。緊張すんな、大丈夫か？はい、私監督。もう終わっちゃった。そうですな。これが監督か。アンナ・バルバラとクリスティアーネはさすがですな。まあそりゃね、その有名女優2人に比べられちゃうな。2人とも空編を代表する名女優ですからな。うん。あとはそうですな、こちらの14番の彼女など。14番。おお、確かに。はあ。あとは彼女とか。誰だ？彼女ですか。うん？ええ、何やら興味を覚えます。な、もうちょっとさ、わかりやすく。演技がそれほど優れているというわけではありませんが。うん、何より面接で彼女に聞かせてもらった話からは誰よりも強い平和への願いを感じました。これはワカメのことでいいのかな。その心こそがこの映画を撮影する上で何よりも大切なものなのです。それでは最終的な選考はどうなるどうなる。ふう、終わったわ。全然ダメだったけどやれるだけのことはやったわね。ほんとポカしなかった。大丈夫？ライチちゃん、審査発表が始まるよ。もうその場で決まるんだな。お待たせしました。それでは本日の審査の結果を発表します。ドキドキですね。まあきっと無理だろうけど、ヒロインアルステデ役は精一杯やったからすがすがしい気分だわ。この調子でこれからも。85番ジルベールさんです。あ、俺か。やっぱなんかジルベール呼びが全然なんか馴染んでないからあれだけど、受かったやんワカメ。ライチちゃん、ヒロイン役になったんだよ。すごいね。私何かの間違いじゃなくて。いいなあ、ライチちゃん。もう主演女優やんじゃあ。またドイツ軍の女性兵士はアンナ・バルバラさん、個人のシスターはクリスティアーネさん。ああ、もうその辺も受かるか。そして花屋の少女はマリーンさんにそれぞれ演じていただくことになりました。何、よかったじゃん、花屋の少女だよ。どうぞよろしくお願いいたします。おお、マリーも出られる。よかったじゃん。おお、頑張ろう頑張ろう。もうギャラもたんまりもらえるんじゃないのこれ。そうよ、びっくりしてる場合じゃないわ。認められた以上精一杯頑張らなきゃ。すごい。でもなんか出来レース感が。赤みゆくん、神様聞いてください。私映画のヒロインに選ばれたんです。すごいでしょ。私もびっくりしてるんです。神様が願っていらした平和のための運動、きっとこの映画もその第一歩になると思います。私頑張りますから。ほんとさ、この演出やめてほしいんだよね。もう「てんてんてん」はいいよ、分かったから。応援しててくださいね、神様。ほんと心にくるな。ダメダメ、全然ダメだよ。マリン怒られてますね。すみませんってワカメなんだこれ。気合を入れてきたつもりだけど、やっぱり現実は甘くないわ。少し休憩するから。ありがとうございます。よく台本を見直してみなさい。すいません。あらあら、やっぱり素人さんには荷が重かったかしらね。うるせえ。そうね、私もそんな気がするわ。うるせえ。監督もバカよね。素直に私に任せておけばいいものを。うるせえ、休憩行ってくる。そうね。何なんだこいつらもう。ああ、すっかり信用なくしてる。30分休憩した後再開するから。あ、今はそんなことを考えている場合じゃないわ。台本を読み直さないと。お願いカール、話を聞いて。カット。だから違うって言ってるだろう。何度言ったらわかるんだ。すみません。今日はもうダメだね。残りは明日にしよう。いや、まだまだやれますよ。ワカメ、引き止めろ。君の演技はそんなものじゃないだろう。買いかぶりすぎだってばよ。少し落ち着いて考え直してみなさい。はい。自分では一生懸命やってるつもりなんだけどな。逆にワカメはもうこの台本とかなしで自分のなんて言うんだろうね、やり方でやった方がいいんじゃない。素の状態で変に入り込もうとしてるから変にその力が入っちゃって空回りしてんのかもしんないよ。どうしたんだい君。あなたが誰？ああ、クーヘンの人気俳優アルベルト・ヘルメスベルガーさんが私に話しかけてくるなんて。なんだか少し硬くなってるようだけど、わからないことでもあるのかい？わからないことだらけです。いえ、そういうわけではないんですが。練習不足だろう、ただの。頼むぜお嬢ちゃん、俺たちは遊びでやってるんじゃないんだ。いや、こっちだって遊びでやってるわけじゃないわ。すみません。おいゲオルク、そういう言い方はないだろう。アルベルト、お前も人の心配をする前に自分の演技をきちんとしろよ。演技って言われてもな。歌手活動ばかりに力を入れてると芝居が荒れるからな。そうなんだ。まったく口の悪いやつだ。まあ女性陣に比べたら全然優しいと思うよ。あいつも悪気はないんだよ。ただ演技に対して真面目すぎるだけで。分かってます。許してやってくれな。許す。いえ、そんな許すだなんて。明日からまた頑張ろう。本当に今日お開きになっちゃった感じ。俺君をオーディションで見てから一緒にやれるのを楽しみにしてたんだ。あら、口説き文句ですかね。あ、はい、ありがとうございます。そうよ、初日がダメだったからって落ち込んでる場合じゃないわ。もっともっと頑張らなきゃ。あれ、落ち込んでるかと思ったら案外元気だね。これぐらいでへこたれてたまるか。はい、落ち込んでる場合じゃありませんから。そうそう、マリーもたくさん怒られちゃったけどマイペースで頑張るの。マリーも怒られたんだ。そうですよね。精一杯やればきっとうまくいく。明日も一生懸命演技すればいいのよ。よし、頑張ろう。ほんとでも今俺何のゲームをやってんだこれ。だからねヨハン、私思うの。あっとカット。そこは昨日も言っただろう。はあ、昨日はきちんとできていたじゃないか。マジで。あ、すみません、うっかりしてました。やり直すよ。はい。はい。はあ、またか。すまねえな、なんかもう。まあまあ、そう言うなって。あらあら、あなたは随分とあの子の肩を持つのね。出ましたね、バルバラさん。別に肩を持つってわけじゃないが。誰でも最初はあんなもんだっていうのが。まあ初めはみんな素人だったってね、昔代々木アニメーション学院の CM でも言ってたからね。分かってるじゃないか。あらあら、お優しいこと。でもね、私たちお嬢さんの遊びに付き合ってる暇はないの。遊びとは思ってませんから。本当にもっと頑張ってもらわないと困るわ。くそー、すみません。謝るくらいならちゃんとやってくれ。やってる。おいおい、みんな言い過ぎだって。もうアルベルト君いいやつだな。そんなこと言ったらかえってプレッシャーになっちまうだろ。プレッシャーには弱いタイプなんや。いえ、悪いのは私ですから。どうしてうまくできないのかな。はい、それじゃあもう一回行くよ。来た。今度はちゃんとやってよね。はい、頑張ります。たまにはね、成功させよう。だから何度言ったらわかるんだ。そこはもっとアルステーデの気持ちになってって言ってるだろう。アルステーデの気持ちってどんななんだじゃあ。君、オーディションの時はもっと感情移入したいい演技をしていたじゃないか。本当に？監督は何を見てたん？どうしてそれができないんだと言われてもなあ。どうしてって言われても仕方ないな。今日はここまで。またこれで終わり？もう一回きちんと台本を読んできなさい。台本は読んでると思うんですけどね、ワカメしっかり。はい、頼むぜお嬢ちゃん。まったくこっちまでおかしくなってくる。本当何をやってんの今。あなただけの映画じゃないのよ。分かってます。あなたがつまらない演技をしたら私たちの評価まで悪くなってしまうんだから。いや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 。ねえクリスティアーネ。そうね、もうちょっと真面目にお願いする。真面目にってさ、真面目にやってるよ。ごめんなさい。何がいけないのかな、それすらも全然わからないもう沼にはまってんなワカメ。まったくみんな言いたい放題だからな。もう好きに言ってくれ。ああ、いいかい君、あまり難しく考えすぎないことだ。難しく考えすぎないって言われてもな。君はただ役になりきることだけを考えればいいのさ。役になりきる。周りの雑音なんか気にしちゃダメだ。いやまあ気にしなくてもさ、すごい雑音がいっぱい飛んでくっから。ありがとうございます。でも私同じところで失敗してばっかり。こんな調子じゃみんなに怒られてしまっても仕方ないわ。どうすりゃいいんだろうな。またこれか。神谷様、演技ってすごく難しいです。なんだかこの間から怒られてばかり。こんなに怒られるのなんて生まれて初めてですよほんと心にくるんだってこれ。私才能ないのかな。そんな弱音吐いてたらいけませんよね。それに頑張れって言ってくださる方もいるし、私もっともっと頑張ります。本当に目を覚ますことはあるのかな。だからどうしてそうなるかな。本当に何がいけないんだろうな。もう監督に手本を見せていただきたい。それじゃあ昨日の方が良かったよ。そんな、私頑張ったのに。どうしてあの時の雰囲気が出せないかな。あの時の雰囲気がわからないんだけど。模範解答プリーズだよ。もう仕方がない。先に他のシーンを。あら、待ってください。お願いです。もう一回、もう一回だけ。もうミスチル顔負けぐらいにもう一回、もう一回って言ってやろうよこれ。分かった。お、もう一回だけだぞ。はい、ありがたき幸せですよ。どうですか？ダメどうしたらいいんだろうなこれ。全然ダメ。そんな、君頑張る方向性を間違ってるよ。頑張る方向性？それは独りよがりって言うんだ。はにゃはにゃ。もっと周りのことを考えないとダメだよ。周りのこと、周りのことって言われても自分のことで精一杯で。そうだよな。仕方がない。他のシーンを先に撮ろう。もう一回、もう一回。アンナ・バルバラ君、準備してくれるかな。はい、いつでも行けますわよ。どうしようねこれ。やれやれ。だから素人と一緒にやるのは嫌だったんだ。始まりましたねまた。おい、そういうことを。もういいよ、何とでも言ってくれ。できないならいっそ辞退したらいいんだ。辞退はしません。私なら恥ずかしく逃げ出してしまうわね。ほんと嫌なやつらだな。うぐ、そこまで言わなくたって。さあ、それでは私が格の違いというのを見せて差し上げますわ。まあね、でも彼女らはそのメインヒロインの座を狙ってワカメに取られて他の役をやってるわけだから、まあきつく当たってくるのも分かんなくはないわ。少しは参考になさったらいかがかしら。じゃあもう見してくれ。それはちょっと難しいと思いますけど。何？そうね、私の真似は誰かさんには無理でしょうね。ほんと嫌なやつらだな。俺は彼女があんなバルバラやクリスティアーネに劣ってるとは思わないんだろうな。アルベルトいいやつすぎるだろう。仮に才能があるのだとしても活かせないんだったら仕方がないだろう。まあ本当にね。さあ、雑談はそこまでだ。はい、少し時間も押してしまってる。他のシーンを撮ってしまうよ。他のシーンはすんなり行くのかな。私やっぱりダメなのかな。お、なんだ、随分落ち込んでるじゃないか。来たな、原作者アイザック様。何しに来た。どうしたんだ一体。もうカクカクしかじかだよ。撮影が始まってからずっと監督や皆さんに怒られてばかりで、私才能がないんでしょうか。おいおい、何言ってるんだ。いやいやいや、まあもう自信もなくなるよ。もともとなかったけど。有名女優を押しのけてオーディションで選ばれたんだぜ。まあそうだけどね、それはただ運が良かっただけかも。もうちょっと自信を持てよ。と言われてもな、もう自信喪失ですよ。もともとなかったけど。監督はお嬢ちゃんの中にキラリと光るものがあるって言ってる。本当にあの監督が？俺も監督のその意見には同感なんだ。でも、よし、わかった。じゃあ俺が見てやろう。お、何を？え？おいおい、そんな意外そうな顔するなよ。いや、まさかアイザック自らね見てくれるとは。俺は一応この作品の原作者だぜ。まあそうですけど。あ、いえ、そうではなくて、そのよろしいんですか。お嬢ちゃんをけしかけたのは俺だからな。まあね、受けてみろって言ったのはアイザックだからな。俺にも責任はあるさ。じゃあもうちょっと有名女優に仕立て上げてもらおうかな。アイザック様、ありがとうございます。で、どこがうまくいかないんだ。全部ですけどね。っていうところで、まあいいお時間になったので今回このぐらいにしてね、次回アイザックにもう全部見てもらって悪いところをね直して、もう監督をギャフンと言わしてやりましょう。もうほんとね、なんでこんな映画撮ってんだろうっていう感じになっちゃってますけれどもね、なんか続きがすげえ気になる感じになってきたわ。はい、てなわけでここまでご視聴いただきましてどうもありがとうございました。次回もまた見てくださいね。はい、バイバーイ。